アマンクラと一世は、マタラム王国の第四代スルターン。マタラムの前世紀を築いたスルタン軍の息子。1645年に不王が死去したため王位を継承し、1646年に正式に即位する。マタラムでは、ススフナン王家の影響力は、オートカルタ周辺に限定され、領主相である貴族の勢力が強かったが、アマンクラと一世は、 王権の強化を図り貴族の粛清を実行し、沿岸部の港を封鎖して、貴族の所有する船を破壊し、貴族の経済力を削いだ。また、王都をカルタからプレレドに移し、同地の木造宮殿を赤レンガの豪勢な宮殿に作り変えて、自身の権威を高めようとした。これに対し、王族のラデンマスアリが裏マーたちの指示を得て、 反乱を起こしたが、マスアリの休止により反乱は収束した。反乱の収束後、アマンクラと一世は報復として、ウラマーとその家族5000人を処刑している。1646年に、オランダ東インド会社との間に協定を締結し、オランダ東インド会社が、マタラムの港に交易所を開設することを許可して、交易権を独占した。 同時に双方が抱えていた捕虜の交換も行い、不王の代から対立していた、オランダ東インド会社との関係を改善した。1661年には息子、ラデン・ラス・ラマトが反乱を起こしたが、失敗している。1663年には、アマンクラと一世が、ラス・ラマトの毒殺を試みて失敗している。不死の対立は1668年に、 アマンクラと一世の側室ララオイリとラスラマトが密通していたことが発覚して頂点に達した。ラスラマトはララオイリを殺すことを余儀なくされ、アマンクラと一世は息子に恩赦を与えた。アマンクラと一世は隣国チレボン王国との同盟強化を進め、娘をチレボン国オーパネワハンアディニンクスマニと継がせた。しかし、彼は娘婿が 敵対国版天皇王国に接近していると疑い、1677年に、パネバハン・アディニンクスマ一家を、プレレドに招き、娘婿を処刑した。さらに、チレボンを牽制するため、チレボン王大使で、自身の孫であるメタウィジャヤと、カルタウィジャヤを人質とした。イモギリ領母にある、アマンクラト一世の墓しかし、アマンクラト一世の先制的な統治に対して、貴族の不満は高まり、 1670年代後半になると、ジャワ島東部を端緒として各地で反乱が勃発した。1674年にマドゥラ人の王族、トゥルノジョヨがトゥルノジョヨの乱を起こし、彼は1677年6月28日にマカッサルの傭兵を率いてプレレドを占拠した。この反乱はラスラマトが支援していたと言われているが、反対勢力を取り込んだトゥルノジョヨは、 ラス・ラマトの指示を受け付けなかった。アマンクラと一世は、孫のパンゲラン・プゲルを、プレレドに残し、ラス・ラマトと共に西部に逃亡した。トゥルノジョヨは、プゲルを人質にして、プレレドを破壊した後、彼の勢力基盤である、ジャワ東部のクデリに戻った。ババット・タナハジャーウィーは、プレレドの陥落が、マタラムオ家の長落を意味したと記している。逃亡先で、 アマンクラト一世は病気にかかり、さらに、ラス・ラマトが有毒なココナッツ水を与えたため病状が悪化したと、ババット・タナハ・ジャーウィーは記している。7月13日に病死し、遺体は手軽に埋葬された。王位を継いだラス・ラマトは、アマンクラト二世を名乗り、オランダ東インド会社の支援を得て1679年に反乱を打ちがつした。ありがとうございます。